修林女店青驚久保橋は、両名小大連市中山区の大連駅近くに広がる繁華街のこと。マイカルなどの大型百貨店やショッピングモールが林立する。また、駅前に広がる勝利広場の地下には、地下3層構造のショッピング街がある。勝利広場の南側には歩行者天国になっているところが多い。 日本語での通称は青泥で、生で岩郷と呼ぶ人はいない。古くは宮間浦と言われていた小さな漁村であったが、この地には上質な黒い泥が取れた。周辺の漁民が家を建てるためにこの青泥を掘り起こしたため、次第に窪地となり、このため青泥窪と呼ばれるようになったという伝承が残る。現在の青泥窪橋という古称はロシア統治時代に、 橋を架けたことが由来である。大連商きない場、修林女店、マイカル飽きない場、百年城、太平洋百貨などがある。少し離れて、遊戯商場、新世界百貨、天百百貨、久光百貨店などがあり、カルフールの出店も計画されている。少し離れて、百度百貨、青泥窪橋。ありがとうございます。